北森を、北森を、北森を、本名、斉藤総吉。1927年5月1日から2011年10月24日は、日本の小説家、エッセイスト、精神科医医学博士。祖父は、医師で、政治家の斉藤のり父は、のりの養子で、家人で医師の斉藤も吉。兄はエッセイストで、精神科医の斉藤茂太。娘は、 エッセイストの斎藤ゆ香東京市赤坂区青山南町、現在の東京都港区南青山に、母、斎藤を照子、父、も吉の次男として生まれた。生家は母、照子の実父、斎藤のりかが創設した、精神病院、青山農病院であった。少年時代は、昆虫採集に深く熱中する日々を送り、文学には興味を抱かなかった。 西南小学校では4年まで近面状の優等生だったが、病欠で5年から劣等生となり、不立一中の受験を断念した。麻布中学時代の成績は259人中6番であった。麻布では不良グループの一人に付きまとわれ、手の指の間に指を挟まれて締め付けられるなどのいじめを受けた。国語で勝又旧作の指導を受けた。部活動では博物班に入り、 当時部長であったフクロウこと、橋本博後に、静岡大学名誉教授、生物学者の指導を受け昆虫採集に、のめり込んでいった。特に小金虫類を集中的に収集し、種類数で、日本産の約8割、標本箱100箱分あった。戦中から、戦後の混乱の最中、ファーブルのような昆虫学者になるべく、旧制松本高校、 長野県松本市に入学し、学友たちと刺激し合う日々を送る中で初めて、トーマスマンの作品に出会う。中でも、トニオクレーゲルや、魔の山から強く深い影響を与えられたことが、きっかけとなり、作家を志すようになる。先輩に、辻国夫がおり、修正の付き合いとなる。当時の松港には、マンの翻訳で、名高い持月一位がドイツ語教授として在任しており、 ンの研究者としてはもとより、その人柄や教育者として、もちのあらゆる面に強く尊敬の念を抱き、卒業後も交流は続いた。文学以外には、卓球部のキャプテンを務め、インターハイに出場した。また、松本高校を志望する理由の一つであった日本、アルプス登山に頻繁に挑むなどして、高校時代を過ごす。ただし、河原の石をリュックサックに詰めて、 毎日10キロを歩かせるといった訓練に恐れをなし、山学部には参加しなかった。父、茂吉の短歌の素晴らしさに触れた北は、それまでは恐ろしい雷親父、眼光親父としか思っていなかった父親を優れた文学者として尊敬するようになった。しかし、進路を決める際、死亡外であった医学部へ進学することを一方的に懸命され、 ささやかな抵抗や交渉を試みるも父の威力を覆すことは叶わず、1947年、昭和22年に東北帝国大学から解消したばかりの東北大学、宮城県仙台市、1949年に新生大学に移行へ進学した。当時は精神科医では食べていけないと思われていたため、父からは下界になることを望まれていたが、 三流種の手術を見て気を失いかけ、外科に進むのを断念した。おおむね千五千両期に当たる九百四十八年、昭和二十三年から九百五十三年、昭和二十八年までの五年間新中軍のキャンプが集中し、GI たちが幕府する仙台市で過ごしたが、市内の長谷倉町、明治期に、島崎東村が施策を始め立ちで下宿をしていたと、自身の随筆に記している。 トニオクレーゲルの影響で、大学時代に小説を書き始め、様々な雑誌の検証に応募したが片端から落選し、一度だけ一人だけで発行している会社のカストリ雑誌に大作者として採用され130円の購料をもらったのが、職業作家としての第一歩だったが、本屋で探しても売っておらず、露店販売しているのを一回見つけた。その後すぐに、会社自体がなくなった。 大学卒業後は、東京に戻り、慶応義塾大学病院のインターンとなった。無給であったため、すでに初代を構えていた兄の斎藤茂太の自宅に居候せざるを得なかった。精神科医として勤める傍ら、同人雑誌、文芸主とに参加し、川上荘君、佐藤愛子、田端麦彦、名代奈田、な々は、慶応義塾大学病院での後輩でもあるのちきを、得る。 1954年、文芸史とに連載した幽霊を、田畑の祭壇と共に、同想定で自主出版する。1955年、昭和30年12月には、山梨県甲府市里吉町の県立玉、諸病院。現在は、韮崎市朝日町上城南割に移転した、山梨県立北病院に1年間勤務する。甲府時代の様子は、 ドクトルマンボーイ局記や辻国夫との往復書館によって知られる。1958年11月から翌年4月にかけて水産庁の漁業調査船商用丸2000位として乗船し、インド洋から欧州にかけて公開した。ドイツ訪問が乗船の動機だった。この体験に基づく旅行機的エッセイ。 ドクトルマン坊公会期が同年に刊行されると、従来の日本文学にない妖精で、ナンセンスなユーモアにより、評判となり、ベストセラーとなる。その後、ナチスドイツの、夜と霧作戦をモチーフにした、夜と霧の墨で、で、1960年に第43回、芥川龍之介賞を受賞する。以降、小説、エッセイとも、特に若い読者から熱狂的に支持される。 人気作家となった。大学時代の登山経験から、1965年、カラコルムニラン法への遠征隊に医師として参加。この体験をもとに、白き、たおやかな峰が書かれた。1976年から1977年にかけて、新庁舎より全州を観光。斎藤も吉も生前の全州観光で、親子で生前に全州を完成させた。 最初の例となった死後観光では、コーダ・ロハン、文親子がいる。1981年1月1日から自宅を領土とするミニ特立国マンボーマブゼ共和国主席を名乗る。同国は真の共産主義国家であると称し、実在の共産主義国家は偽物として批判した。特に訪問経験のあるソビエト連邦には辛口である。 もっとも原則として政治的発言はしない作家であり、マンボウマブゼ共和国についてもシャレ以上の意味を持たせる意図はないし、この時の北は極端な相状態だった。ムツゴロウこと畑正則と対談した際、北がムツゴロウ動物王国とマンボウ国で日本から分離独立し同盟を結ぶ提案をしたことがある。日本のブラジル移民について描いた輝ける 青き空の下で、を慎重に、連載、1982年に第1部を、1986年に第2部をそれぞれ刊行した。同年、この第2部によって、日本文学大賞を受賞。壮年期より、総鬱病、総極、相型障害を発症した。自らの病状をエッセイなどでユーモラスに記し、世間の総鬱病に対する、 マイナスイメージを和らげるのに一役買うこととなった。1976年には、そう状態で、チャップリンのような大喜劇映画を作りたいと無双し、映画の制作資金を作るために株に入れ上げて、巨額の損失をこむり、穴埋めのために、東京都世田谷区の自宅を抵当に入れて新庁舎や、銀行のほか、佐藤愛子個人からも1000万円を借金し、自己破産と、 純金地産宣告に追い込まれた。3億円も使って、全然儲からなかった人なんていませんよと、担当編集者に呆れられ。この頃、山口ひとみに電話をして、サントリーの CM への出演を圧戦してもらおうと、したが断られた。吉行淳之介に800万円の借金を申し込んだ、こともある。当時の負債は1億円以上、1976年11月の、 税金の滞納額は1000万円以上に上った。この経験が、儀曲風小説、悪魔の来る家の執筆のヒントになったとされる。当時、生活費を稼ぐ手段として、女性週刊誌で芸能人を相手に、たびたび対談を行った。そして、毎朝妻宛ての手紙をキッチンに残したという。内容と文はいつも一緒で、今日からおとなしくなります。であった。 本人も、エッセイなどで述べているように、ジップである基地の激しやすい正常を引き継いでいる。そのため、家族は長年にわたり大変な振動と大迷惑を受けた。この時の体験から、娘の斉藤由香は、作家などと違う、安定しているサラリーマンを目指したと記している。1996年には、日本芸術委員会員となった。2006年、新聞に自伝。 私の履歴書、日本経済新聞を連載。2008年には、テレビのトーク番組、鉄子の部屋、テレビ朝日に28年ぶりに出演し、長女の斉藤由香も同席した。2008年からの4年間は、万望昆虫展の全国巡回も開催された。また、2010年には、週刊文春連載の、新、家の履歴書に登場し、斉藤も吉家けを改装した。 2011年10月24日朝、東京都目黒区の国立病院機構東京医療センターで死去。10月21日にインフルエンザの予防接種を受け、翌日から体調を崩し念のため入院した結果で、ある84歳ボーツ。死去後に日本政府より14位に追伸され、朝日中受賞が追蔵された。死因については、当初、 超閉塞と診断され報道もされたが、後にオートブツを軌道に詰まらせ、窒息死した可能性も報じられている。娘の斎藤由香は遺作、万望最後の家族旅行の後書きで、解剖を避ける方向へ誘導したことを含め、病院の対応に強い不信を表明している。ペンネームは、文学活動を開始するにあたり、親の七光と陰口を叩かれることを嫌い。 も吉の息子であることを隠す意図で用い始めた。旧姓松本高校時代は、斎藤祐一と名乗っていた。森尾の由来は仙台、森の都在住時、浸水するトーマスマンの、トニオにリくれゲルにちなんで、漢字で、と正男と付けようとした。本人の段では、まず北の都に住んだので、北と付け、と正サではあまりに、日本人離れしているので、森尾にしたということである。その後、 順次、東、南、西とペンネームを変更するつもりだったが、北森尾で原稿が売れ始め、ペンネームを変更すると、出版社との契約等で支障があると判明し、そのままになった。作風は多様で、などが挙げられる。祖父の斉藤のりは、大洞吹きの傾向がある基人であったが、純文学作品とされるものにも、祖父のようなユニークな、 ホラフキの人物を登場させることがある。小説以外では、エッセイは、ドクトルマンウものなどが、小説以上に広く読み継がれている。後年の作として、父、斉藤茂吉の表伝四部作がある。初期の SF の愛好者、擁護者で、うつろの中などの SF 作品を執筆しており、SF 作品をまとめた、アンソロジー、人工の星もある。 1968年1969年には月計画最中のアメリカ航空宇宙局を訪問、取材。ただし、その取材をもとに執筆した著書ガツと十0セントは月計画の競争的な騒ぎを批判した書であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。